ボクシングの元世界に階級制覇王者で IBF 世界フェザー級3位の亀田和樹33イコール TMK がモンスター井上尚弥大橋との頂上決戦を熱望した和樹は29日奈良大和郡山と京都市内で三橋スポーツのイベントに参加次戦について交渉もスムーズに運んでいます と目指す3階級制覇へ意欲を示しカズキは8月24日に大阪・吹田市の大和アリーナで行われた同級挑戦者決定戦で昨年10月に敗れた同級ニーレラとドラミに30イコール南アフリカと再戦試合はカズキが5回にダウンを奪うなど圧倒したが判定は2 1での勝利次期挑戦者の権利を得て同級王者アンジェロ・レオ 30イコール米国との交渉を開始した。その交渉がスムーズに進んでいるという。カズキの目は、その先、も見据える獲得を狙うフェザー級の世界王座は、スーパーバンタム級世界4団体王者の井上直が次のターゲットとして、5階級制覇を狙うのは間違いない。カズキは、自分のキャリアにおいて、必ず対戦したい相手と名乗りを上げる。そのためにも、 自身がフェザー級のベルトを保持する必要がある。自分がフェザー級のベルトを一つ二つ持てば世間もそういう流れになるでしょう。誰もが見たい試合、その試合を自分が実現できるように、次の試合はめちゃくちゃ大事になる。世界挑戦は年明けが有力な状況となっている。モチベーションはめちゃくちゃある、と和樹、日本ボクシング界の歴史に刻む試合実現へ。 必ず三階級制覇は成し遂げる。佐野藤健一。